いやー、刹那圭介だよ。今回は可能性の実況をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。再入場パート3になるんかな今回。いろいろ探索の状況が、これ僕を見ようぜ。何か使えそうなものあったかな。尖った鉛筆2本、カッターナイフを手に入れた。尖った鉛筆は分かるけど、カッターナイフって何のために。ないよりマシレベルだね。なんでカッターナイフなんか入れとんだ。どこで使うん。ここって別にカッターナイフ使わんと思うんやけどな。まああるかもしれんけど、ほとんどやな、めったにやな。こら、ひどいカバンに触るな。はいはい、わかりましたよ。ちょっと買ってみないよ。あ、それなんて思ってないよ。さあこいつら、なんか武器を提供しなさい。なんか武器を、これこの前やったかな、前のパートで見たかな、調べたかな。なんて読むんですか、わかりませんよ。あ、なんて読むんこれ。おっさんでいいよな、おっさんで。名字は長いから、もうおっさんでいいや。おっさんは何か見つけましたかって。もう読めんか、おっさんで。次のパートまで喋っとこう。一応、あるにはあったんだが。え？これは君たちには渡せない。俺から見れば君たちは知らない人だ。俺には仲間がいない。俺はそう運動神経がいいわけでもない。人数的にそっちに部がある。僕たちが何かするとでも、そう決めつけているわけではないが、念のためだ。あー、信じられていない。まあ、仕方ないか。まあ、それはそうとして、こっちに来てくれ。え？わー、なんか、わけのあるような。おーっと、後ろからこいつ近づいてきております。隼人だったかな。運転室が何か？ここの鍵が開いている。え？どうして？運転手が開けたと考えるのが普通だが、みんなが寄ってきていますね。気になってみんなが寄ってきております。運転席に別に出口がある。わざわざここを開ける必要はない。まあ、理由はいらない。扉が開いているという理由だけで十分だ。何をする気ですか？電車の機能はほとんど運転席で管理されている。当然、横のドアを開けて、外に出ることも可能なはずだ。操縦できるんですか？まさか。でも、運転するわけじゃないんだ。適当にどこかのスイッチを押せばいいはず。そういうパターンで危ないやつじゃないんですか？大丈夫ですか？ドア開閉スイッチ、これだな。ダメか。電線から電気は来ていると思うんだが、これは、車両前灯、フロントライトか。ちょっと聞いてくれ。ここの装置が正常に作動しているか確かめるために、車内灯を一瞬聞いたいんだが。いいか？それ危ないやつ。そんなことを聞いて大丈夫なのかよ。でもそれが脱出法が見つかるかもしれないんでしょ？ちょっと消すだけなら。まあ、頑張ってみようか。わかりましたよ。頑張ろうぜ。よし。じゃあ、切るぞ。切れました。ああ、これはもう怖いです。怖いです。周りが何も見えません。うわ、暗くなった。これは一応機能しているわけか。あれ？これは？パパンって押しますね。あれ？連打してる。もう、なんか、なんかもう、なんかのゲームやってるみたいな感じですね。そろそろつけてくれないと。あー、何その顔、つかない。あー、ちょっといやー、暗いの怖い。誰か助けて。うわー、おっさん、名前がわからんけど、おっさんってやめるわけのさ、めちゃくちゃあったよなこれ。早くそこから出て。言われなくてもわかってるさ。ドン、みんなそこにいるか。来るぞ。何が？ゾウが襲いかかる。なんだ、何がいるんだ。落ち着いてください。どうにかしないと。暗くて何も見えない。目が慣れるまで耐えられるか。とりあえず耐えるしかないです。戦う、特技であったな、こんなこういうのが。
こういうコマンドで、ダメージ減らすやつ系が欲しいな。回避上昇、意識効果。よりかは防御力の方がいいか。敵がどこにおるんかわからんのだったら、多分防御力上げといた方がいいだろう。油断しないで。攻撃しかけるやつもおるんだ。ていうか主人公だけなんやな、操作できるのも前から思っとったけど。なんかいろいろ状態異常を避けられたけど、なんだったの今の。ここでやるべき行動は防御でしょ。暗闇にとどまっている、身に隠れていたり、ハヤトだけはやたら攻撃的。あーとおっさんも頑張る。意外とみんな攻撃するんだね。全然当たってないけどね。防御じゃ。みんな頑張るな、ほんと。暗闇に留まってない。ハヤト今暗闇に戸惑っているって、さっきまで、ね、バンバン攻撃しよったくせに。あ、慣れてきた。慣れてきたって。暗闇に。おお、何人か慣れてきよんで。じゃあよっしゃ、攻撃に。攻撃行くぞ。これではコマンドを変える必要ないな。よっしゃ、普通に攻撃しよう。ほら、20のダメージ、でかいな。てか、カッターナイフとか装備しとったらよかったやん。手に入れたんやけん。装備できるかは知らんけど。どんどん行け。命大事にとか、そういうのはもう、助かってから言おうぜ。助かってから。助かるまではもう、ヒートアップで行こうよ。どんどん殴れ、殴れ。HP は問題ないわ。てか、アイテムあるんこれ、よく考えたら。あー、装備できそうなもんだったのに。これ装備取ったら結構楽だったんじゃねえかな、今回の戦闘。そして回復アイテムは？ハヤトの嫌いなものってあるやん。精神耐久力を結構戻す。結構ってなんなん？結構って。回復するでいいところを結構戻すってなんなん？こっちも結構戻すなんじゃ。全部は戻らんみたいな言い方したんで。身体耐久力、精神耐久力。精神耐久力って何？若干、微量。細かい数値は教えてくれんのやな。何歩回復します的な数字では。とりあえず普通に攻撃しよう。とりあえず HP を見ながらやばかったら回復する程度は行こうぜ。綾野がちょっと半分まで削られとうけど、大体半分まで削られとうけど、まあそこは問題ないでしょ。HP が多少多いな。今誰かなんか回復したで。なんで回復したん？どういう回復の仕方したん？勝手におにぎり食ったか。これちょっとさ、一つ一つのセリフがどんどん飛んでいくけん読みにくいよな。これ別に連打しとうけんってわけじゃないんですけどね。ほら、どんどんいけ。治療始めたって治療スキルあるんだよな。さすが女子力高そうな女の子だよ。素晴らしい。倒した。赤の記憶を拾った。何それ。片付いたか。よかった。どうやらむやみにいじらない方が良さそうだ。お前がいじり始めたんだろ。別の方法か。もう、いや。本当だよ、もう。こんな展開ファンタスティック。ステータスチェック。何？なんだ今のステータスチェックのやつ。とりあえず装備整えさせてくれるんか。綾野を回復させてあげたい気もするね。HP がすごい減ってる。イベントで勝手に回復したらちょっと嫌やけどな、若干。若干のこれを使っておこうか、若干のやつ使っておこうか。もう一個。で、主人公も。よし、これでよし。飴玉10個もあるんや。最初から回復アイテムワンサか。回復芸的な感じになったんかな、これって。あ、そう、これ。主人公に一番強い攻撃力持っとるやつ。辞書が一番強いんか。カッターナイフの方がやっぱ強いよか。カッターナイフ、錆びとうけど強いぞ。武器2つまで持てるんやな。あとは防具。やっぱ主人公固めたろ。靴、カバンか。衝撃を吸収するクッション代わりになるはずやって。素晴らしい。カバンを2つも持っとるわ。確か回復役がこいつだろ。綾乃ちゃん。回復スキル今使えるんだったら
こいつで使わせとったらよかったよ。めちゃもったいないや。まあいいや。しゃあない。それより、サボミの方やな。回復薬ってことは、できるだけ残ってほしいってことで、防御力の高いアイテムを装備させるカバン。より、こう、防御力高いやつね。攻撃薬としてあんま使えんけん、使わんけんやな。防御に専念してもらった方がいいかな。回復損門って考えたら攻撃は他のやつに任せる。ステータス見たらいいけど、ステータス見えんのかなって見えるわな。ハヤトが攻撃力高いやな。ハヤトはもう完全な攻撃よりのセッティング。Y 時点と A 時点は一緒なんやな、一応。攻撃力が。というわけで、まあ、俊敏性は落ちるんやな、さすがに。別にいいや、俊敏性は。クリアケース。他には、武器は2つまで持てるけん、ちょっと2周目もやっと、2周目というか、2つ目も持たせるやつは持たせとかな。とりあえず、防具は1つずつあるけん、1つずつ持てば、1つずつ持たせればいいわけで、この子は効力低いけど、まあ、とりあえず、まあ、一つ、強い持たせといたりするか。回復薬やけん、あえて弱いもん持たせる感じでいってもいいんやけどね。回復に専門してもらってで。そういう考えで、まあ、平均的に均等に他の3人に均等に攻撃力上げさせると言いたいとこなんやけど、ステータスがね、ステータスにばらつきがあって、隼人君めちゃくちゃ攻撃力高いっていう。やけん、ちょっと使い方がちょっと変わってくる。綾乃ちゃんは別に攻撃力低くても回復役ってことでいいんやけど、かなちゃんは何だ、かなちゃんは何役って言えばいいんだ、この子は。戦闘力低いけど。まあ、しょうがない。おるんやけん、とりあえず役立ってもらおうじゃないか。すごい、いやらしい言い方やけど。赤の記憶ってなんだ？誰かの記憶の破片。なんか役に立つんか、これ。わからん。準備完了。で、移動できて話しかけたりできるわけか。オッケー。とりあえずセーブしとこうか、今のうちに。どうも。そうだ、携帯。そうか、その手があったが、東大元暮らしだ。なんか非常事態に陥ったら、いつもパッと思いつけばいいものを、なんか後々思いついてしまうっていうね。かけてよ、携帯。え？いや、僕持ってないよ。は？なんで？なんでって、別に必要性感じなかったし。こう今時の高校生の割には携帯持たないという必要性感じなかったしって、少数派の人間だ。それもひどく少数派やな、今の時代だったら。使わないんだからお金の無駄だし。ハヤト君は？いや俺はハヤト、うやなー、言うなって。ああ、なんか刺したな。てか読ませてくれよ、読ませてくれよな。おい、実況だぜこれは。そっか、カナも持ってないしな。え、持ってないんだ。聞いてみようか。どうして？こら、余計な詮索はしない。はい。俺も持ってないぞ。常に電磁波を出してる、金食い虫なんて携帯してくないんでね。誰も持ってないわけ、この携帯時代に。いや、まあ、私持ってるんだけどさ。なんだ。じゃあ、それでいいじゃん。うん。さ、ちょっと向こうでかけてきていいかな。え？なんで？電話してるとこ見られるのってなんか嫌じゃない？そうかな？わからんわ。そのやつはわからん。別に見られたっていいと思うんやけどな。なんか恥ずかしいことでもあるのかな？まあ。いいけど。危ないパターンですよ、これ。死亡フラグがピンピン。ピン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 。さてと、どこでかけようか。
道具、電話で、携帯電話。まあ、帰った方がいいんじゃない？聞かれちゃうよ、言っちゃったよ、もう。この先行ったらもうなんか戦闘始まりそうなんで、ここで終わりましょう。セーブ、セーブ、セーブ、怖いんでセーブ。怖いんでセーブ。はい。というわけで、まあ、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週上げ。やっとが終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、刹那健介の動画を見よう。刹那健介の動画は俺のことをクリックしてるアカウントに飛べるぜ。俺の気持ちゲー。